そろばんを使った簡単な足し算で筆算をする方法をご紹介します。この動画はそろばんの各部の名称や玉の入れ方、読み方を学習してからご覧ください。レベル1のプリントです。1たす1は1を入れたらその上に1を足します。2です。3たす1も3を入れたらその下に1個増やします。4です。10たす10は定位点が1の位ですから左側10の位にこれで10です。10たす10は20です。4たす5の時は5玉を使います。5玉を入れて9です。2たす5も5玉を使って7。3たす5、8。6たす2は6の下に2を入れて、これも8ですね。1たす7は1の上に5と2をつまむようにして7を入れます。8です。3たす6は5と1をつまむようにして6を入れます。9です。レベル1の足し算は、はじめに入れた玉に触らないで、後から足す数を上から入れる。こんな方法です。それでは筆算でやってみましょう。1、10、100ですからここから入れます。123たす111、234。567たす111、678。781たす112。893。256たす222、478。715たす233、948。655たす341、996。123たす555。312たす677、989。187たす812、999。654たす345、999。321たす678、999。チャレンジは2種類の足し算が混じっています。まず305足す100、何も入っていないところに92、497、701足す185、886、412足す566、978、170足す620、728、798。できるようになったら、自分でレベル1の足し算を使って、筆算の問題を作って、そろばんで解いてみましょう。次回はグレーの部分、レベル2の足し算をします。